ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះអេងគីមផេងខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរNihon Fudosan Kaisha de Cambodia Shiten no Soumu Yomu Support wo shite imasu. Fujisawa shi de kazoku de ototo imoto musume 4人で一緒に暮らしています。日本に来たきっかけはもともと兄の影響もあったんですけど、兄貴は日本語学校の責任者として勤めていたんですけど、兄貴がいろいろ日本人と接して行動が起きて、そういう姿を見て羨ましいというか、こうなりたいっていう。一番最初は京都の会社に勤めて、カンボジア帰るつもりなかったんですけど、お父さんと兄貴が病気になって、治療のことから妹弟の大学とか学費とかも面倒見ないといけないので、そこからカンボジア帰って一生懸命働いて、 2,3 年経って兄貴とお父さん亡くなって、それで仕事もその時も辞めてゼロになった瞬間があったんですよね。その時にすごく辛くて、どうしたらいいか、自分も分からなくなってて、日本のお父さんからいつも応援の言葉というか、もう大丈夫だよと、金ちゃんならきっとできるよと、自分が強くならないとみんなもダメになっちゃうので、戦って乗り越えまして、逆に自分の人生の中で良い体験できたかなと思っています。女性が一人でやっていくっていうのは本当に大変だった、僕は想像した以上に大変だったです。でそれをよう耐えて、そういうのを一つ一つ乗り越えていかないと、ビジネスをやり遂げることはできないわけだから。できない時、すごく落ち込んだ時に、自分で一人で歩いてじっくりいろんなものを見て、じっくり考えて、そういう行動をとっていますね。知らないところの方へ行くのが好きで、知らないだからこそもう新しいもの見えてくる。ビジネスをすることにあたって経験だけでは不十分で、もっと知識とかも身につけないとビジネス続けられないので、今、MBA を取得したことによって、仕事の整理とか接客とか、また段取りとか自分でちゃんと今できるようになりました。いろんなことをチャレンジできるチャンスを与えてくださっているので、今はカンボジアと日本と の貿易関係の事業を立ち上げる準備をしています。こうしたいと思ったらもう必ずやります。いつも目標を立てて、1年後、5年後、10年後っていう、将来的には、日本とカンボジアとの会社を持ちたい。カンボジアはもう伝統的な考え方もあって、なかなか自分から意見出すのが、言えづらいというか、ただ日本に来てホストファミリーのお父さんが、わからないときは聞いて、自分が黙ったら何もわからないし、自分が思ったこと人に必ず伝えた方がいいと思って、それでお互いに理解して、上位結果という上位選択できると思って。お父さん亡くなってから、今ホストファミリーのお父さんが自分の実のお父さんみたいに関係を持っていますね。最後に自分のやりたかったことができるように努力を続けてください、はい、夢は諦めないでください。そのお父さんの行動姿を見てて、日々努力することによってきっと良い結果につながるかなっていうことを学びましたね。大きな成功よりも自分の人生じっくり歩いて、歩きながら周りの方役立つことがあれば助けてあげるっていうのが、自分の心の楽しさっていうか、自分の心のケアとなりますね。
家族のためだからこそ今自分になるんですね。みんなからの力なければ、まあ、私も何のためにやるかということもわからないと思うので、ការព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិតជានាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកភាពជោគជ័យ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខ